若い頃のメッシ VS 現在のメッシ、勝つのはどっち？検証。言わずも知れた世界最高のサッカー選手リオネル・メッシ。35歳になってもなお天性の細かいボールタッチと攻撃センスでサッカー界を盛り上げている彼だが、今回はそんな彼を使ってある検証をしていくことに。19歳のメッシと現在のメッシ、戦わせたらどちらが勝つのか。19歳の頃のメッシといえばバルセロナで徐々に頭角を現し始め、あのマラドーナを彷彿とさせる伝説の5人抜きを見せた年でもあるが、果たして若い頃のメッシと現在のメッシ、一体どちらが勝つのか。今回はホームアンダーウェイの2試合で検証していくことに。まずは19歳メッシのホームカンプノーでの試合を観戦。時代を超え実現したこのドリームマッチ、若さ全開、若干19歳のメッシか、それともさまざまな経験を経て成熟した35歳のメッシか。若さか経験か、果たしてどちらが勝つのか。1試合目がキックオフ。試合は開始早々から若さの特権である勢いを生かした19歳メッシが35歳メッシゴールを襲う。だが35歳メッシも若造には負けんと決死の守備でゴールを割らせない。すると8分、35歳メッシがこの一発。立ち上がり勢いに押された35歳メッシだったが、さすがのベテランの意地を見せ先制に成功。まさにこれぞメッシという完璧なゴールが決まり、35歳メッシが一歩リード。しかし直後の10分、19歳メッシは右サイドで起点を作るとクロスからまさかのヘディングでゴール。19歳メッシがすぐさま同点に追いつき、試合は振り出しに。若さをアピールするまさかの肉弾プレーでゴールを奪った19歳メッシ。その後16分、今度は35歳メッシがカウンターから一気にゴール前までボールを運びシュート。しかしここは19歳メッシのスーパーセーブで得点とはならず、その後は足元で勝負する35歳メッシと先制ゴールを決めたパワープレーで勝負する19歳メッシという対照的な両チームの攻防が繰り広げられ、前半は同点のまま終了。エンド変わって61分、先に動いたのは35歳メッシ。シンプルに足元でボールをつなぎシュート。前半同様パスサッカーでゴール前まで迫りチャンスを作るも、ここはゴールとはならず。すると直後の63分、19歳メッシがスピードのあるカウンターから一気に攻め上がるとピンポイントクロスからボレーで沈め、19歳メッシが逆転に成功。おじさんたちにはついてこられないだろうと言わんばかりの高速カウンターから、やはり最後はクロスでゴールを奪い、おじさんたちを翻弄した若造たち。その後35歳メッシも若造のミスからチャンスを作るが、仕留めきることができず、挙句の果てにはスピード勝負を持ちかけるか若かりし頃の自分に勝つことができず、試合終了。このドリームマッチ1試合目は19歳メッシが若さ全開のプレーで逆転勝ちを収めた。続いて35歳メッシがホームの試合。1試合目は19歳メッシの若さの前に逆転負けを喫してしまった35歳メッシ。負けられないこの2試合目、ホームバルク・デ・プランスでベテランの意地を見せることができるのか。2試合目がキックオフ。しかし試合は前節同様、若造たちが長い髪をなびかせながら怒涛の攻撃を見せ、防戦一方のおじさんたち。すると13分、高い位置でボールを奪い返した19歳メッシがそのままゴールを決め、この試合は勢いそのままに先制に成功。さらに17分、フリーキックのこぼれ球を拾った19歳メッシが細かくパスをつなぎミドルシュートを沈めると、さらに24分、またも中央をパスで崩しゴールを奪った19歳メッシ。わずか10分間で3ゴールを奪い、おじさんたち落胆。この試合はパスで崩すプレーを見せ攻撃の多彩さを見せてきた19歳メッシ。しかし26分、35歳メッシも一矢報いる反撃のゴールを決め、コアは3対1に。しかもこの得点、パワープレイなんですね。ということで、前半は35歳メッシが後半へ望みをつなぎ終了。しかしエンド変わって54分、19歳メッシがクロスからゴールを決め、まさかのパワープレイ返しで再びスコアは3点差に。後がなくなった35歳メッシは果敢にゴールに迫るが、なかなか得点が生まれず焦る展開。しかしそんな中迎えた65分、35歳メッシはこの絶妙なスルーパスから起点を作ると、最後は左足で流し込み点差を縮めると、さらに90分、自陣からのロングカウンターで1点差に迫るゴールを挙げ、終了間際の土壇場で鬼の追い上げを見せている35歳メッシ。しかし残り時間少なく試合終了ということで、白熱の2試合目は若造たちが逃げ切り、結果負傷した19歳メッシが勝利という結果に。ということで検証結果、優秀の美はバルセロナででした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。